3年の田中明成です。目標は最初で最後の全日本ジュニアなので A チームと B チームも表彰台に上ることです。3年の米満大です。今年はジュニアで演技するのが最後なので締めていきます。3年の中田光之介です。練習の成果を生かして最高の演技にできるように頑張ります。中学2年の中尾仁です。3年生とは最後なので悔いのない演技をしたいです。中学1年の樋口亮です。幕を取れるように頑張ります。小学5年生の内川志龍です。脳みその演技ができるよう頑張ります。小学5年生の奥間武雄です。見てほしいところは第一サンプリング後の動きがかっこいいのでぜひ見てください。小学6年生の塚本瑞希です。見どころは最後のラストの交差です。見てください。アクジュニア新体操クラブです。ジュニアジュニア頑張るので応援よろしくお願いします。お願いします。中学3年生の大隈源之介です。演技のキレを見てください。中学3年生の溝田貴信です。組の高さを見てください。中学3年生の春名凛美です。少しの綺麗さを見てください。中学2年生の二十歳光です。10位以内に入るので応援よろしくお願いします。小学4年生の岩瀬廉です。スタンプの強さを見てください。小学4年の塚本優斗です。初めて大会なので応援をよろしくお願いします。小学4年生の中尾女装です。スタンプのつま先を見てください。神崎 RG 応援してください。応援してください。